交流戦初優勝へ広島との第2戦に臨んだ楽天。しかし今日はリードを奪われた先発小蛇が6回にも捕まります。生命線のストレートを捉えられ連続タイムリー。その差を4点に広げられます。この交流戦何度も逆転劇を演じてきた楽天は7回に太田、左中間を破る2点タイムリースリーベース。この回1点差に詰め寄るとなおもチャンスで辰巳、追い上げ届かず初優勝は明日へ持ち越しとなりました。悔しい。いや期待してきたんですけど1点差悔しいです。明日もう試合があるので優勝に向けて切り替えて頑張っていきたいと思います。